ってまいりましたよ。さあ今日は入り北町3丁目にあります地鶏屋入り北店をご紹介いたします。今日はね、もう炭火のいい香りがねしてきましたね。海に宮崎の宮崎のね、なんですよ、とっても美味しい、ね、香りのいい地鶏を食したいと思います。そして今回ですね、はい、翔さんに来ていただきました。どうも、SHO スタジオの S です。はい、ということでダンススクールのね、はい、インストラクターもされているということで、じゃあリズムマスターの翔でクジャーです。お願いします、はい、で今日はダブルコラボということで、前からね夢のコラボスタッフを、はいはい、ありがたい話しましたもんね。はい、今日は僕の大好物、うん、地鶏屋じゃないですか、うん、はい、ねえ、もうすぐお腹空きますよ、この匂いだけで、はい、匂いです。それでは行ってまいります。はい、皆さん、はい、こちらですね、あの地鶏屋さんのね入り北店ということで、はい、炭火の有名なね一押しのお店ですね。今日はですね、とてもお綺麗な方がここにいらっしゃいますね。はい、こちらはあのご主人さんが、はいはい、料理の担当で、はいはい、奥様がこちらにね今日は、はいはい、料理を PR するということで出ていただくということで、はい、突然出てきていただきました。ちょっと無理やりだったかもしれませんけどお綺麗な方です。皆さん顔をずっと見ていてくださいね。料理を見てくださいそして今日はですね、はい、翔さんね、すごい料理ですね。いい会に呼んでいただきました。ありがとうございます呼んじゃいました。ありがとうございますマジっすか。こんなあの僕見たことないですよ、あの ね、食レポで、はい、もうテーブルが埋まるぐらい、うん、私も初めてです、はい、今までしてきたの、びっくりですね、こんなに出していただいていいですか。どうぞどうぞ召し上がってください。ありがとうございます。それではまず料理の、ね、ご紹介からしていただきたいと思いますが、はい、わあ、美味しそうな、テレビカリ知ってますね。こちらまず卵焼きです。はい、これはだし巻きになるんですか。まあ、だしではないんですけど、そうなんですか。普通の卵焼きを、はい、そうです、普通の家庭的なお母さんの味。あ、そう、はい、僕あの こちらのお店 の、うん、あのハーフセットって言って、あの地鶏 の、うん、この炭火焼きと卵焼きのセット大好きなんですよ、うん、で、そして、ね、卵焼きもめちゃくちゃ美味しいです、うん、よくね買いに来られる。買いに来ますよ。普通ですね。当たり前じゃないですか。もう食通、今日は食べて通になって、はい、またね、はい、宣伝していただきたいと思います。じゃあ早速あのこれまずずらーっと紹介する方がいいのか、まあこちらですね、はい、食べていくの方がいいのかですね。はい、はい、勝手になんかお腹空いてるので、はい、どうぞ食べながら進行食べながら進行もなってます。いいですか、食べて、はい、食べて、あ、いただきます。いただきます。いただきます。ありがとうございます。いやこれはですね、見たことないですね、こんなに量が多い卵焼き。どうぞ、ね、じゃあいただきます。はい、2Lサイズの卵を、はい、5玉使用してます。5玉、はい、5玉、はい、ですからこう大きいですね。じゃあいただきます。めっちゃ美味しい。食べてください。食べてください。いいですか、食べて。うん、美味しいでしょ。歯ごたえというか、表面がね、ムチっていうような感じで、本当これはもうだし巻きではないですけど、ちゃんとだしがコクがありますね。ある。これは中にニラが入ってるんですか。ニラ入ってます。苦手な方は前もって言ってくださると、ニラ抜きもできますので、はい、抜いてくださるんですね、はい、わー、これはもう優しい味ですね。優しい味、うん、こちらもね、いい甘みで、いいですね。お子様から
年寄りの方まで行きますね。もう一個行っていいですか。もう一個行っていいですか。嬉しいです。ダンスしたいと思います。いいですかね。まあそうですね、嬉しいですよ。ね、絶対何か入ってますよね。秘密の味が。だしじゃないんだ。だしじゃなかったら秘伝のタレかなんかがあるんですか。そうですね、まあ、いろんなものを主人に入れて。企業秘密です。企業秘密ですか。はいはい、これは後でなんか、私聞いちゃいたいです。またまた聞いちゃいたいですね。おいしい。なんでこれ、お弁当にいないです、私の。勝手な想像ですいません、はい、いつもの。ということで、はい、次は、こちらは、丸い。なんかおにぎりみたいな感じの形なんですけど。そうですね、丸いですね。見たことないですね。唐揚げになります、若鶏の唐揚げ。これ、唐揚げなんですか。はい、すごい。まるっとしますね。そうですね、皮で身を巻いて。はい。へー。新しいですね。もうずっと気になっててないですけど。すごい、おすすめ。どうぞ。あのもうお店の方よりも私たちがね、ちょっと、はい、あの仲良く あったかい気持ちになってゆっくりしますけど。これはあの皮かなんかで。そうですね、皮で巻いて、はい、何の皮を使ってるそうですか。鶏の皮ですね。鶏の皮、はい、翔さん食べてください。はい、すごい。あら、いい音。うん、うん、いやーよかったです。美味しそう、本当にサクサクしてます。ジューシーですね。うん、音が、うん、すごい。おいしい。美味しいね、本当に。美味しいです。今漬け込んだりしてるんですか。そうですね、結構長い時間、中に味が染みるように、ね、漬け込んでます。うまい。味は本当に旨味がすごいですね。旨味成分でも次から次と入ってますね、お口の中に。ありがとうございます。うん、これがあのハーフサイズのピアレですか。唐揚げの手羽先3つっていうのが、手羽先3つに、はい、のハーフサイズ、これがおいくらになるんですか。テイクアウト550円。安っ。びっくりした。本当に550円。いいんですか。いいですね。唐揚げだけだと8個入って550円。わあ、安い。これ4個で550円でいいんじゃないですか。今後ね、それでもいいです。全然いいですよ。たっぷり楽しめますね。これはお得です。お父さん喜びますよね、仕事帰りで。ビールも進みますね。進みますね。ビールが本当に飲んでちゃいますね。ビールを飲んだ後にね。もう揚げたて熱々を持ってきていただいてるんですからね。そうですね、すごい嬉しいです。でこちらがペーパーサーキー。はい、手に持って、柴咲はね、あの食べ方がありますよね、なんか、綺麗に、綺麗に食べながら、これ本当にね、食べ方ありますよね、ありますよね、2つに関節を折って、そう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 、綺麗に食べる方がね、いつもはそれで食べてるんですよ。ののの野生をあふれる食べ方で食べてますよね。なんかこういう風に食べると美味しいです。そう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 ですよ。まだ食べます。食べますか。あ、そうですか。はい。いいんですか。いただきますよ。美味しい。皮がパリッパリ。パリッパリ。うん。皮香りも香ばしいですよ。美味しいです。うん、やめられないですね。うん、ちゃんと漬け込んでますよね。うん、あ、美味しい。はい、やっぱりあの寄付品だ。そうですね。すぐ寄付するんですよ。すべて寄付品です。
何をしようとしてるんですか。お店を出そうですね。どんどん自撮りが開けますね。危ない。この味はなかなか出せないですね。美味しいですね。うん、これはもう真似できない美味しさです。これパリッパリの風味。マジ食いっていうんですかね。本当に黙って食べてしまいたい。そうですね。ね、平子さん、なんかお菓子のような感覚もありますね、なんかね、皮がパリッパリでサクサクですよ、私たちが食べてる時には待ち食いしてるということで、美味しいということですからね、皆さん、視聴者の皆さん。本当に美味しい。うん、2人で食べたらいけないですね。そういうことに本当に気がつきました。そうですね、私たちはあの、土壇場でこれ頑張ってますから。どうする、あの見たことありますよ、こんなに手羽を全部完食する食レポ。ないですね、なかなか。ないっすね。本当に次から次へと、いいですよ。これは日本酒でもありますし、ビールでもですね。そうですね、あります。そして続きまして、これはまた後ほどいただくことにしまして、はい、すみません、お皿いただいて、たたきいかがですか。冷たいうちにたたきをいってみましょう。これはもう冷やしていろいろ、冷たい状態で、はい、宮崎県の、宮崎県産の地鶏ということだから、そしたらこれで鶏箸で、そうですね、あですね、冷えて、この地鶏のね、あの皮のコリコリさ、美味しいですよね。ですよね。これは本当に玉ねぎと合いますね。美味しいですよ。今ね、新玉の季節なので、特に美味しい、新玉ですね。嬉しいな。もみじおろしは好きな人もそちらで揚げていただいて、カフェが本日で、はい、なんか肉厚で本当にこう弾肉が、そうですね、そう、ね、そう、わさびと、ね、もみじおろし大好きな人はもみじおろしをこれは玉ねぎと一緒にこういただいちゃって、いきたいですね。地鶏が笑ってる。笑ってる。みんなが笑ってる。コリコリ。コリコリですか。いい音しますね。音はすごい。新鮮ならではのこれ音ですね。ありがとうございます。香ばしい。香ばしい、いい香り。香りもすごくいいですね。この甘さですね。甘いです。これはもう今度ピンク色でまたあのお肉のね表面がもう綺麗な色してますね。お餅で今先取ってきたのではないかなね。生々しいですね。香りがすごくいい。一度炭火で焼いてから冷やして、美味しさがですね、その工程があるからまたあの美味しさがね、倍増するんですね。玉ねぎとネギの、薬味も相性バッチリですよ。美味しい。コリうまっ。ビールが欲しいですね。収録始まってずっと言ってますよ。本当にあの今度買いに来ます、私ビールをですね片手に、ね、やっぱりテイクアウトの美味しさを ねそこからなんですね、表現したいです。新玉ねぎ、本当に甘くて、ね、全然刻みがない。美味しい。味が入ってるのはまたね、私続けて食べたいですけどね。ありません。麦茶持ってきますね。
がとうございます。ありがとうございます。今ウーランちゃんですね、持ってきていただきます。ね、何から何まで配慮がね、ほんと優しい、ね、お客様でよかったです。美味しいです、ね、あ、うん、手羽美味しいですね。ね、手羽ほんとこれ病みつきになりますね、この食感。本当にもうずっと、うん、ずっと食べてますね。ずっと食べてみたいですね。これ喋らなくて最後まで食べときましょうか。綺麗ですね、またあの盛り付けも。そうですね、色合いがいいですよね。すごい緑と黄色と赤、うん、信号ですね。本当ですね、3色人間の目に入るとなんか言いそうですね。そう、あ、そうなんですか、うん、広告とかチラシも身につく。そうですね、それ考えられたのかな。すごい、こんなに新鮮なあのたたきは食べたことがない。そうですね、少しですね、これは、うん、お好みでどうぞ。もう食べていいですか。食べちゃいましょうか。カメラが回ってるのね。そうですね、そうですね、いっちゃいますか。広瀬さんの場合はカメラ切りませんが。おかみさんというか奥さんがいない間に水飲むの手出していいんですか。手を出しましょうかね。あ、じゃあいいですね、その自由な感じ。自由な感じで、だからやっぱあった感じの食べたいですよね。うん、そうですね、あったかいうち。こっちは使っていいですか。どうぞ。うわー、ジュージュー、ね、焼けてる音が、ね、すごいですね。すごいですね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ビールが来ました。ちょっとエアビールです。そうですね、この冷たい感じですね。いただきます。あ、美味しい、美味しい。では早速この地鶏いただきたいと思います、はい、先ほどからジュージュー焼いてね、それに音が鳴ってきましたので。このままでも美味しいんですけど、はい、うちのおすすめがニンニク醤油を使っています。ニンニク醤油、そういうのがいただきたいんですけれども、はい、味噌ですね、こちらですね、これちょっと横振っていただきまして、ありがとうございます。ニンニク醤油、はい、うちの自家製のニンニク醤油、あー、はい、香りがすごい、本当ですね、元気でそうな、すごい、うん、自家製、はい、すごい、こちらに入れても、はい、あー、いい匂い。いい匂い、本当に。ですね。美味しそうな匂い、これは。おー、じゃあもういただいてみますね。はい、あ、どうですか。ジュージュー音が鳴ってました、さっき。ですね、もういい音が。熱いうちですね。はい、はい。わー、嬉しい。さあ。じゃあ、先に。どうぞどうぞ。実際このままの音、2回食べたいなと思うんですけど、まずじゃあ話してもこちらの一押しですので、いただきます。うん、うん、おいしい。至福の時を、はい、いただきます。もう皮も甘いし、皮が好きなんですよ、うん、このお肉の弾力もね、美味しいです。うん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 、なるほど、感じですね。うん。ニンニクのもね、味がちょっとまた、うん、はい、隠し味というか。なるほどね。ありますね。美味しい。やめられませんね。おー、美味しい。カメラマンの広瀬さんも食べたいですね。食べたいですよね。あとからいっぱい食べてください。うん。うん、ね、宮崎といえば代表ですよ。代表ですね、うん、と鉄板の美味しさです。ありがとうございます。美味しいです、ありがとうございます。うん、あ、進みますね。うん、柚子のなんかのこちらにあるんですけど、柚子胡椒が入っていますので、柚子胡椒の好きな方もいらっしゃいますね。はいはいはい、柚子胡椒、はい、柚子もちょっと食べてみたいですね。いただきます。皮のところが好きなのね、そしてそうそうそう、コリコリした感じとね、そうですね、濃厚な油で
すごい。水が好きな人は、北川さんも水好きですか？水好きですよ。はい、はい、ちょっと辛すぎるので、はい、あ、アドバイスいただきましてありがとうございます。優しい。本当香りがね、水の香りが鼻からふわーって抜けて、うん、コクがあって美味しいです。ここにフラジムいっぱい行けますね、行けますよ、これ香辛料といい、なんて、うんうん、ね、うん、香りがね、いいですね、うん、本当、どのジャンルのお酒にも合いますね、うん、合います。これこれもう本当に、うん、ストライクゾーンです。ドツボにハマってしまいました。美味しい。美味しい、うん、次から次どう食べたかったりなんですけど、つきまして、これは一体そちらがね、唐揚げサラダなんですけど、あのまかないから生まれまして、まかない食だったんですか、これ。はい、美味しい、美味しい、本当ですね、よくまかない食からヒットするのが多いですけど、はい、こちらもまかない食ということで、はい、時々ね、あの忙しい方なんです、はい、これ今多分タレかなんかを持ってきていただくような、あ、そういう感じがね、そうそうそう、その間に食べちゃおうかなと思ったんですけど、お皿を持ってきていただきました。ありがとうございます。これはもうお箸で、じゃあ、ねえねえ、お箸でこちらでいただいてもいいですか。これはガーリックのフライガーリック、うん、はい、そうです、あの、なん食べるラー油、一時期入りましたけど、はい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 、この食べるラー油がかかってます。かかってますね、はい、よかったらごまドレッシングがありますので。あ、ごまドレッシング、これはあの本当ね、うん、上にもニンニクがさっぱりなってますね、はい、あの揚げた、ね、はい、スライス状の、はい、カリカリしたやつでしたけど、はい、あ、これ私大好きだね。ああ、じゃあ、ありがとうございます。なんか、ね、こうサラダ好きなのが一緒で野菜も取れるし、ね、野菜女性にはね、嬉しいですよね。そうですね、ほんと野菜たっぷりで嬉しい。結構あの食レポするぐらいの量ではないですよね。がっつり取ってますよね。これはもう、真面目ですよね。真面目ですよね。こんなに食べないですよ。行っちゃってください。行きます、行きます。いただきます。あー、いい匂い。香り、本当に。うん。うん、シャキシャキ音がなくて。うん。うん、ちょっとピリ辛で美味しいですね。美味しいです、これはもう。本当にピリ辛だと、このサクサクの衣と、そしてこの上のニンニクの、この3つのハーブに、口の中でサクサクしてます。美味しい。ごまドレッシングかけていいですか？はい、ごまドレッシングでなんか一番合うような味。ああ、そうですか。はい。わかります。なんかあのトロッとしたのと辛いのが一緒になって、あ、そうですね、うん、クリーミーなのと、うんうん、ちょっと辛めのが一緒にする口の中で、すごい感じましたね。深み出ますね、ごまの、うん、コクが、うん、美味しい。ごまね、本当にね、コクですね、これは。うん、自家製です。美味しいのは市販のものなんですけどね、合いますね。これはあの止まらない、やめられない、止まらない。まるでカパエビセみたいな、ね、カパエビセです。マジ食いして食べてしまいそうな、何時間もかかります。野菜ルッコラ
とかも入ってますね。あ、そうですね。何野菜か。うん、これは美味しい。止まらんです。うん、もう次が進まないので次に行っちゃいますね。ですね。ね、こちらのとあとチキン南蛮。南蛮ですかね。本当に美味しそう。ね、宮崎と言ったらもうチキン南蛮ですね。そして地鶏ですよね。ですね。こちらあの普通のチキンのものではなくてこの地鶏のチキン南蛮ですか。はい。で、宮崎産の鶏を使っています。地鶏だとちょっとやっぱり硬いのでそうですよね。こちらもも肉を使って、もも肉使用で柔らかいももの部分を、はい、タルタルソースがないバージョン、ないバージョンですけれどもですね、はい、寄せていただくとお付けすることできますので、これ僕のは、うん、こちらは東京は一応つけてみました。あ、次一応つけてくれたんですね。ありがとうございます。2つの味が楽しめるので、そうですよ、そうですよ、はい、食べてみましょうか。食べましょう。ね、もう届いた瞬間からね、こう、うん、甘酢のね、香りがすごくして、もう食欲をそそりますよ。うん、あ、もう乗せちゃいます。めっちゃ早い。食べようとするのが。こちらでいいですか。あ、ごめんなさい。そうですね、そうですね、ごめんなさい。ちょっと、ののさんがね、うん、ちゃんと梨は先あ、じゃあそっち、ね、タルトの梨でいっちゃう。あ、じゃあ僕がじゃあじゃあまずこっちからいきますか。タルタルあれです、お子ちゃまにもいいですね。ですね。あ、うん、甘酢の匂い、うん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 、おいしい。おいしいですか。目がバッチリ。うん、お口に含むともう全体的にあの甘酢の香りがふわーっと口に広がります。おいしい。ちょっといいですか。うん、あー美味しいやつ、絶対美味しいやつ。うーん、じゅわっすね。じゅわっすね。このものにたっぷり甘酢が染み込んで、いやもう一口二口食べたいね。胃袋からなんか意外とあっさりですよ。うん、うん、そうですね。何個でもいける本当にね。あ、もう本当あのこってりじゃなくて、うん、あっさりです。あっさりですよ、うん、タルタルバージョンもいい、うん、あ、じゃあ、はい、梨バージョンもいきますか。梨バージョンもちょっといっちゃいますね、はい、ですね。あ、甘酢がねちょっとかかってますね。これはいいですよ。マジだけでもなんかいけそうな感じがしてきました。マジ、はいはい、が上に入ってますね、はい、大体その甘酢だけの、ね、ね、もも肉で甘酢だけっていう元祖ですね、はい、うん、2種類ありますね。農業家もですよね。カルツと梨の、うちは梨の本来です。それですね。なのにのののさんがいきなりトルタルを乗せたというね。こう防御が。僕ちょっと二度見しましょう。マジかって思いながら天然がまだ入っちゃいましたね。大丈夫です。あの、どうぞ。食べます、自分も。あ、そうなんですか。普段奥さん、普段やってる感じが出てますね。だって奥さんもね、おすすめサルタルつけないでって言ってるのに本人もつけるそうです。いつもあの、いつものマジ食いのやつをやってしまいました。お家のあ、面白い。タルタルペロって。あ、美味しい。量美味しい。美味しいですね。量も美味しいですよ。甘いですね。ご飯が食べたくなる。あ、なりますね、これ。うん、うん、ご飯に、もう上に乗っけて食べたくなりますね。あの、この半分サイズ、それが、あの、1パック68円分なんですけど、はい、その半分分がカレーに乗って、うん、チキン南蛮カレー。うん、やっぱり680円で、はい、安い。それもおすすめです。それも食べてみたいですね。それはあのプライベートで、そうですね、食べたいと思います。いやこれはすごいですよ。なんでこんなに安くできるんですかね。ね、本当にこんなにボリュームがあってこの値段で
いいですか、頑張っております。嬉しいですね、もう頑張り、もう応援します、もよろしくお願いします。ね、本当すごい、もう本当にこれは広瀬さんも後でね食べるかなと思うんですけども、食べてしまいましょうか、2人でね。あ、そうですね、まだまだいいですね、ちょっとね、撮影っていうのでちょっとセーブしている部分がありましたけど、そうですね、はい、この後今からフードファイター並みにちょっと食べていきたいと思いますんで。ポリポリポリね、食べちゃいます。あ、でもかわいそうだから残しておきますね。ちょっとだけなんか、はい、すごいですね、チキン南蛮カレーとか、あとですね、もういろいろ、あとメニューもどん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 浮かぶんじゃないですか。そうですね、はい、いろんなメニューもありますので、ね、はい、看板にいろいろ書いてあったんですけどね、そうですね、まだまだ紹介できないものがたくさんありますね。はい、今なんか新しい企画とかメニューがありますか。まあ、企画はないんですけど、なんかね、最近ちょっと豚足が人気なんです。ちょっと雑誌に載せたんですよ、豚足とか、はい、それからね、なんか豚足の酢漬けと、はいはい、唐揚げとピリ辛にとあるんですけれども、はい、なんか豚足人気急上昇です。あ、そうですか。じゃあ豚足の唐揚げなんて、あの家でやったら大変なことになりますからね。油が油バーッとなりますよね。だからやっぱりこういうお店でしか食べれないものですよ。そうだと思います。大好きです、豚足大好きです、はい、似てますね。ですね。すごいなんか食用感が似てるんですよ。美味しいんですよ。え、じゃんけんもこう同じものだったんですよ。今日8回連続でしたね。お前もしかして先生兄弟いいですね、私が妹ですね。ね、それはさておきまして、すごいね、今日はもうたくさんねいただきました。ありがとうございます、本当に。またあのテイクアウトの何かね、もう違うものが出ましたらぜひね、こちらの方にご連絡してくださいね。今度はあのまた旅に行きたいと思いますね。本日はありがとうございました。ありがとうございました。また見てください。